はい、おはすみはバーチャルシンガーソングライターの松清水さんです。今日はね、ギター雑談会です。ギターを弾かないことでおなじみのギター雑談会ですけど、今日もテーマとしては、スケールですよね。よくさ、チャーチモードとか言うじゃないですか。あれを私どうやって覚えてんのかなっていう話。これをしたいなと思います。チャーチモード。チャーチモードって知ってます？どういう順番で書くべきかな。イオニアンから書いて。難しいんですけど、すごい理論的に言うとリディアンから書くのが正しい気がする。リディアン、イオニアン。ミクソリディアン。イリアン、ヨニアン、ミクソリアン、ドリアン、エオリアン、フリジアン。名前からやばそうでしょ。ロクリアンみたいな。なんですけど、まあ、ピアノで弾くとさ、ピアノで弾くとさ、リディアンっていうのが C から下を低い。これがリディアン。まあ、雰囲気としては、いや、大きなピアノが、こういう感じね。雰囲気。こういう感じがリリアン。イオニアンは、こう。ドレミファソラシドじゃんっていう。ドレミファソラシドシドソファミレド。これイオニアン。リリアンはこのドレミファソラシのファがシャープして。ちょっとかっこいい感じですよね。浮遊感があるみたいな。で、ミクソイディアンは、こっから、ドレミファソラシドからすると、Cがフラットする。これね、ファンクとか、ブルースとかでよく出てくるやつ。で、ドリアンは C から考えない方がいい気はするんですけど、あ、違った。これね。C とミがフラットする。まあ、Aマイナーを基準にすると、ファがシャープするんですね。お、これを本質情報かな。これ本質情報かな。え、ファがシャープってリディアンと一緒じゃんっていう。まあ、これ本質情報です。まあいいや。C から行くと。C マイナーが、ラがフラットするね。で、このラがフラットするんじゃなくて、ラがナチュラルになる。あるいは、全部ナチュラルから考えると、ミと C がフラットしてるって考える。考え、ミートしてフラットしてるものだよね。で、エオリアン。これ全部説明していいのかな。エオリアンは、まあ、こういうやつね。あ、ちなみにドリアンはなんか、あ、ちゃう。なんか、何がいいのかな。こういう感じの雰囲気。で、エオリアンは、エオリアンどうしようかな。
こないな。まあよくなんか昔のロックのバラードとか、ちょっと今ドリアンになっちゃった。まあコード進行させちゃうところだけどね。まあ基本的にモードって進行、モードの話になってるわ。スケールの話を私したい。まあいいで、フリージアンはレもフラットする。こうやつ。で、ロクリアンは正直モードとしてはほとんど使われないです。うん。ね、あんまり覚える価値がないんですよ、ロクリアン。ですけど、まあ一応言っとくとソがフラットする。こうやつが6人。ねえ、こんなのギターでどうやって弾くんだよっていう。どうやって覚えるんだよみたいな話だけど。まあその前にもうちょっとピアノの話をしようか。そうすると、これが4人だったじゃないですか。このさ、音列をレから始めると、これドリアンなんですよ。D のドリアンっていう。C のヨーヤンが、ドリアンってこうだったの。C ドリアンはこうだったの。上から始めると、こう全部ナチャになるっていう。まあ、これぐらいはなんか知ってる人は常識みたいな話ですけど。ミから始めるとフリージアン。E フリージアン。ファから始めると F リディアン。ソから始めると、G ミクソリディアン。A ヨーニ。A エオリアン。B ロクリアン。ってなってるということですよ。まあ、とりあえずこれは OK。今、大量の情報を詰め込みましたけど、なんか、どうすんのって感じじゃないですか。まあ、C メジャースケール覚えてる人はなんか、それの開始地点をずらすみたいな覚え方をしたりするかもしれない。ただ、私ギター弾いてるときに、どういう発想してるかっていうと、まあ、全然そんな発想してないんですよ。あ、この曲ドリアンのモードの感じで行くべき。みたいな時に、どうするか。あれ、ドリアンのモードってさ、例えば何 ?2-5 とかあった時に、Em、A7th、Dm7 みたいな動きがあった時に、このさ、何があった？Em7 さんがこうか。こういうコード進行があった時に、これ Em のドリアンを弾くって考えるんですよ。まあ、ちょっと板書するわ。板書すると、Em7、A7、Dm7 って来た時に、こう私 Em のドリアンを弾きがちっていう。ここんとこで。弾きがち。弾かないことも全然ある。弾かないことも全然あるんだけど。てかこれ Dm のさ、コードだから、コードじゃない、キーだから全体的に見ると。D のメジャー、D メジャーペンタみたいなの弾くことが多いですね。まあ、D メジャーペンタを弾く。または E のドリアン。E のドリアンフレーズを突っ込んであげるっていうことをすることが多いんですけど、まあ、いいや。板書を消そう。消しゴムを大きくする。これでね、今日の話は、今日の話は、いや、ドリアンとか、大体さ、ドリアンを、例えばね、C のドリアンを弾きますっていう時に、じゃあ B フラットのメジャースケール、B フラットイオニアンを弾けばいいんだって思っちゃうと、もうドリアンのフレージングにならなくなるんですよ。でそもそもさ、まあ、スケール、ス
ケールをなんかそういう感じで覚えるのってあんまり実践的じゃないと思ってて、スケール覚えた方がいいんだけど、なんかフレーズとかと一緒に覚えた方が実践的だなっていうのが、なんかちゃんと役に立つ。アドリブで役に立つなっていうのを最近思ってて。で、ギタリストが一番馴染みがあるやつって何っていう話ですよ。それペンタトニックだろっていう話ですよ。ペンタトニック。ピアノで弾くとめんどくさいんですよ。これ、ドレミソラ。これメジャーペンタトニック。C メジャーペンタトニック。マイナーペンタは、これ C マイナーペンタトニック。まあ C マイナーペンタトニックって、A マイナーペンタ、ん ?C マイナー、マイナーペンタトニックは A からやると、ラドレミソーラ、この、さっきの並べ替えが起こるのね。ドレミソーラがラドレミソーラになるっていう話ね。構成音が一緒で、開始地点がずれる。開始地点っていうか、まあ、ベースの音が違うっていう話だよね。どうしようか。ラソミレドって。こうやると、メジャーペンタトニックだけど、こうラが入るとこうマイナーだっていう。ベースがラだと、マイナーだって話だよね。A マイナーだって話。まあそんな話なんですけど、まあペンタトニック、特にマイナーペンタトニックですよね。マイナーペンタトニックが、ギタリスト大体マイナーペンタトニックから覚える説。スケール大体マイナーペンタトニックから覚える説っていうのがあって。なぜならロックギタリストが大体、ロックギタリストっていうか、まあ昔のだけどね。昔のロックギタリストマイナーペンタトニックばっかり弾いてた、っていうのがあって。本当はマイナーペンタトニックを弾いてたわけではないんだけどね。そう。例えば、なんだろう。天国への階段のさ、ギターさ、フル。おい、ファンになるじゃん。ギターで弾けよっていう話ですけどね。まあギターでももちろんギターの方がちゃんと弾けますけど、まあ置いといて。これこうマイナーペンタトニック下がってきたと思ったらファで終わってんのよ。マイナーペンタじゃないじゃんっていう話じゃないですか。でも基本はマイナーペンタ弾いといて、で、キメの音とか、なんかちょっと、こう、スパイスとして他の音を入れるっていう感じなわけ。で、私もこのさ、モードを覚えるとき、弾くときって、同じ感覚なんですよ。ペンタトニックで基本フレージングしといて、で、決める音で、こう、ピッとこう、なんか、その、スケールのね、この、さっきのファみたいなやつね。これを弾くっていう。これを弾くと、ただのペンタじゃない。こうじゃん。これだとただのペンタトニック。ペンタトニックなんだけど、そうじゃなくなるっていう話です。おほー。ちょっと話が分かってきたね。じゃあ、みんな大好きなマイナーペンタトニック。みんな大好きなマイナーペンタトニックはさ、今日フィンガーボードをご用意しております。ラド、
レミ。ソラ。ドレミソラドドラソミレドラソミレドまあこんな感じになってた。はいはいはい。っていう。で、で、あのそうそう、あの今ペン、あのさ、ピアノを消したい。消えた。あの、このさ、ここここ。この三つ。ドリアン、エオリアン、フリシャンっていうものが、これマイナー系のモードと言われてる。マイナー系のスケール。なんでマイナー系かっていうと、2がフラットするっていうことね。C から言うとね。で、こっちメジャー系なんですよ。こっちメジャー系。リディアン・ヨギアン・ミクス・リディアンはメジャー系。ドリアン・エオリアン・フリージャンはマイナー系。ロクリアンは、まぁ、ちょっと、どっちかっていうとマイナー系だけどっていう感じ。まぁ、どっちとも言えない。なぜなら5度がないから、もう安定しないの。一番下が安定しないんですね。なので、まあ、とてつもなく不安定なんで、まあ、ロクリアンを弾いてもロクリアンに聞こえないっていうのが、まあ、基本系なんです。基本的なコードがもうこれだからね。こういう。じゃあ、こういうコード。かっこいいコードですけど。でもこのコードってもう、なんていうか、安定が全くないんですよ。何に聞こえるかっていうと、大体、この、こういうマイナー6コードの展開系として見られちゃう。こういうって言ってもわかんないよね。ピアノ出してあげよう。今 C の、ハーフディミニス、マイナー7フラット5を弾いてるんですけど、これが、ここに Em があるじゃないですか。Em じゃない。Eフラットマイナーがあるじゃないですか。Eフラットマイナーに6入れた。これの度が下にやってきた。度が下にやってきたっていう、こういう風に感じがちなのね。なんでか説明したらもうすごい長くなるかしないけど。だってこっちの方が安定するか。マイナーコードの方が。マイナーコードですって言った方が安定するか。このディミニッシュコードですって安定しないか。安定する方を、こうなんていうか無意識に、こう、そっちのコードに、こう脳が寄るんですよ。ベースは違うものを弾いてるんだけど、なんか寄ってしまう。昔なんかで話してるんで、よかったら昔話したやつを見て。インク貼っとけって思うんですけど、多分めんどくさいんで貼らないです。ごめんなさい。でさ、ペンタトニックで、で、まずドリアンから行こうかな。何から行こうか。エオリアンから行こうか。で、まあいいか。マイナーペンタトニック。こう、A マイナーペンタトニックね。なんか難しい説明をちゃんと初心者向けにした方がいいような気がしたんだけど、しないことにします。なぜならめんどくさいからです。どうしよう、レイヤー切ろうか。レイヤー切って。ね、ドリアンが行く。ドリアン、なぜならドリアンが一番使われるから。ドリアンはね、ここに B と、Aマイナーペンタトニック、ピアノで弾いてあげた方がいいよね。ピアノで弾くと。ラシドレミ、ファのシャープソーラです。だからファのシャープが出てくるっていうのがポイントです。で、フレットボード上でファのシャープはここ。ですね。
なのでこうとかこんな感じ。これがドリアン。これがドリアンなのです。ははーん。これなんかさ、ミックスドペンタとかでたまに出てくるじゃないですか。この形。なので、覚えやすいかもしれない。で、雰囲気としてはね、この形なんじゃないですか。この、4フレットの形。この時に、この右の方に、その間に、間の高い方を埋めるって感じだよね。雰囲気としてね。で、この形。この形なんじゃん。人差し指、中指でこうやっていくやつ。もっと言うと、ここにこう、D とか E をくっつけると、この、斜めに移動するポジションみたいなやつに出てくるやつ。この時は、この、下んとこ、下んとこって変だけど、ここにくっつけるみたいな。下に飛び出しちゃうみたいなのが、ドリアンの覚え方ですね。私がどうやって覚えてるかって話ね。で、これめちゃめちゃ品質。だから、さっきの話で言うと、例えばさ、ここにもペンタトニックってあるわけじゃないですか。あるよね。ラ、ド、レ、ミ、ソ、ラ、ド、レ、ミ、あ、ソ、か。このポジション。このポジションもめちゃくちゃ出ると思うんですけど、これで言うと、形がさ、何色使ってたっけ？これか。これ、形で言うと、この形あんじゃん。この形があって、まあ、ここに、ちょっと、二弦三弦をまたいでるんで斜めになっちゃってるけど、こう、二フレットの形があって、ここにまた四フレットの形があるじゃん。そうしたら、まあ、ここと、ここに、新たに音が追加されるわけだよね。つまり、ここは B で、ここが F シャープ。ここが B で、ここが F シャープ。ここが F シャープみたいな感じ。なので、なんちゅうか、まあ、ペンタトニック覚えてたら、まあ、そこにこう、追加する場所は全部同じだから、指の形が同じだったら同じ場所に書けばいいんで、書けばいいじゃないや。同じ場所を弾けばいいんで、まあ、なんか弾きやすいぞと。で、です。OK。ということで、ドリアンスケールでした。で、ドリアンスケールの場合はですね、特性音って言うんですけど、この F シャープがすごい重要な音。B よりも F シャープの方が重要な音です。これも覚えておくと、いいと思います。ペンタトニックスケール適当に弾いて F シャープで B っつって終わる、みたいな。こんな。やるともう突然、おう、ドリアン弾いてるみたいな感じになる。まあ普通のなんかペンタトニックのリックを適当に弾いて、F シャープで終わったりとか、なんか、ペンタトニックのリックの一部を F シャープに置き換えたりとかっていうのを、やるんですね私のモードっぽいアドリブはもう大体これや、大体だよ。大体これやってることが多いです。はい。次、エオリアン。エオリアンは F がここになる。F がここにある。これちょっと覚えにくいんですけど、まあ頑張って覚えたらいいと思います。音がいいよね。このさ、何このポ
ジション、斜め移動のポジションがあったら、こうポジション移動したらさらにもう一個行くみたいな雰囲気。ポジション上がったらさらにもう一個上がるみたいな、そんな雰囲気になって、あ、これエオリアンですね。あエオリアンの特性音については諸説あるんですが、あるんで、まあ、実践的にはF 弾いても B 弾いてもどっちでもいいと思います。なんか雰囲気で選んだらいいと思います。雰囲気で選んでるね。まあ、な一般的には F が特性音ってことになってるんだけどね。だその辺ってさ、何の目的、特性音ってなんかそもそもなんかそんなちゃんと考える必要があるかっていう話もあるんですよね。あ、特性音っていうのはそのモードを、あ、モードらしさをこう強調するための音みたいな話。ね、四つぐらいの音が、こう、そのモードを決定してるっていうか、モードの特性をこう表現する音だと言われてるんですけど、まあいいや。その中の一つ。その中の一つで、まあそれを弾くと、そのモードっぽい感じが出る。まあ、ドリアンと、が F シャープだったから、エオリアンだと F になるってことね。A マイナーペンタの場合、ペンタ ?A、A のキーだったらね。ただ、これまあ、ずれたらっていうのは別のペンタと、キーのペンタトニックにした時にずれるって話はいいよね。大丈夫だよね。大丈夫じゃないか。まあ、大丈夫じゃない人もいっぱいいると思いますけど、今日は大丈夫な人を前提に話していきます。まあ、大丈夫じゃない人はね、1年後もう一度見たら、あーってなると思う。で、フリージアンだ。フリージアンは、ここがここですね。B フラットになる。今度は、ここはさっきのさ、ドリアンとちょっと対照的な形になるんですよね。はい。こんな形です。はいはいはい。なるほど。これでもう、どんなモードが来ても大丈夫って。どんなモードが来ても大丈夫ってのはよくわかんないけど。マイナー系のモードに関しては、いけるぜっていう感じだったでしょ。でですね、じゃあメジャー系のモードどうすんだっていう話あるじゃないですか。メジャー系のモードは、今覚えたやつがそのまま使えるの。なぜなら、メジャーとマイナーって、こう、平行な関係にあるから、なんですよ。だから、フリジャンは C の、あ、A フリジャンは C ミクソリディアンなわけじゃないですか。A エオリアンは C イオニアンなわけですよ。A ドリアンは C リディアンなわけですよ。なので、同じことができる。だからここで言うと、これを中心に、この C の音を中心にした、こう、フレージングにしてあげると、まあ、ミクソリアになるっていうことなんですけど、って感じじゃないですか。それだと、さっきのさ、問題が再発するのではって思わない？つまり、メジャー、構成音はわかる。でも、フレージングがメジャーっぽくなくないみたいな。いや、ご説ごもっともなんですよ。で、私ね、メジャーペンタ系のスケール使うときって、こ
このね、多分斜めに拡張したこういうポジションを使いがち。D E みたいな、こういうポジションを使いがちなんですよ。一回消すか。これこれ、こういうポジション使いがちで、そしてここがルートになってフレージングしてあげると、まあ、これがね、多分あ一個消えちゃった。これが多分メジャーペンだけを弾くんだら、こういう形を意識した方がいいと思う。あ、ちなみに、ここ弾かないの。ここは弾かない。感じね。斜めに動くポジショニングで弾く感じ。で、で、さっきの原理で、この形があったら、この B とここの F シャープを弾く。この B とここの F シャープを弾く。この B とこの B、この F シャープを弾くってやると、これイリアンになって、で、F が今度こっちに行くんでね、ここにの F。この B とここの F シャープ、F を弾く。この B とここの、ここに F があるんだけど、これ。フレットの関係でないから、まあこうだわ。こんな感じで、これが4音ですね。ちょっと1弦で4音弾くっていうのが、しんどいんで、4音に関しては、あんまこのポジションで弾こうと思わないかもしれないんだけど、まあ、ベンタトニックのフレージングにちょっと1音足すみたいな感じで使う方が多いのか。特に B 音を使うっていうのは結構かっこよくなりがち。なので、4音でも使うとき。B 音っていうかね、まあ、この位置の音、この位置の音、つまり、メジャーセブンスの音ですけど、メジャーセブンスの音使うのと、なんか、いい感じになりがちですよね。適当なこと言ってますよ。で、じゃあ F はあんまりいい感じじゃないのかって。そう、微妙ですね。F はね、だからさっきの話で言うと、F がルートになっちゃいがちなんですよ。C のメジャーペンタを弾いてるときに F を弾くと、F メジャーセブンス系の音を感じさせちゃうって話ですね。まあ、気にしなくていいんですけど。で、まあ、ともかくなんか1音追加するぐらいの雰囲気であれば、良い。一弦4音弾くっていうのは4音ですね。なんか、ベロベロっと、なんか弾くことはなくて、基本的にはペンタトニックで、わー上がって下がったりして、フレーズングしておいて、なんか、一音、こう、アクセント、スパイスで入れてく、みたいな感じですよね。私の場合はね。で、ここに B フラットあるんで、これ弾くと、まあ、ミクソリディアになります。が、私ミクソリディアもこういう捉え方は全然してない。ええー。いや、こういう捉え方で、ミクソリディアに弾くこともあるのかな。あんまない気がする。ミクソリディアって基本的にはセブンスコードのあたりで、まあ普通の音楽だったらセブンスコードのあたりで弾いたりとか、ロックっぽい曲だとなんかリフとかミキスリアになってることあるんだけど、そういう時になんかこういうものを意識して弾いてるかっていうと弾かないわな。じゃあどうするんですか？ミキスリアは特別なんですか？うん、私特別な感じで弾いてるわっていう。
話ですね。ほうほう。どんどん話がマニアックになっていく。比較的さ、初心者向けに話を始めたと思ったんだけど、めちゃくちゃマニアックになってて、すいません。マニアックで。私ね、ミクソリアン弾くときは、ドリアンも変化させてます。はい。だからまあ正直、ペンタトニックに2音足す、付けして、このモードっぽくするのって、ちょっとドリアンばっか。ドリアンばっかです。うん。他ってそんなにやらないかな。まあやるけど、フリジアンとか、フリジアンでもこの間やったな。なんか、あれの、2時間 DTM の曲の時に、フリジアンで系の、なんか、弾いたわ。その時は、今のやり方です。で、ミクソリアンとドリアンって、すごい近所なんですよ。あ、ちょっと、なんかあれしちゃった。まあいいや。ミクソリアンとドリアンの近所っていうのは、ドリアンが、こうだったじゃないですか。ミクソリアンって、なので、このミがフラットするかシャープするか、こんだけの違いしかないの。の。ミがシャープするかフラットするか。A で考えた方がいいよね。今、A のペンタトニック界だから。ファのシャープ。ここがドリアンでしょ？で、ミクソリアンはドがシャープします。なので、まず、こう、ドリアンを考えるんですよ。EF シャープ。EF シャープ。ドリアン考えて、これを、こうすんの。C シャープに動かすって考えるの。これ私がやってること。うん。私がやってるっていうか、多分ほとんどのギタリストがやるでしょう、この。こういうフレーズ。こんな。これ。C をシャープさせる。っていう、この感じでやってます。はーんって。はーんっていう。なので、まあ、全部ペンタトニック基準で私動いてるっていう話。で、こっから先は、私もやろうかなって。なんか、理論上はそうだけど、なかなかうまく弾けないっていう話。なんですけど、世の中のスケールって、こう、ハーモニックマイナーとか、メロディックマイナーとかってあるじゃないですか。これどうやって弾くみたいな話。はい。これどうやって弾くみたいな話で、これはね、私も考え中っていうか、なかなか良き方法が難しいんですよね。まあ、スケール自体はさ、普通に弾くだけだったら覚えてるんで、弾けばいいんだけど、でもそれだとあんまフレージングにならない気がしてて、まあハーモニックマイナー使うとかはさ、あんまりこうフレーズとして覚えておく必要ってあんまなくって、まあ必要なのはなんかこう必要になる領域がさ、
なんか、クラシカルなやつ。ネオクラみたいなの弾くときみたいな話だから、そもそもあんま弾かないし、弾くとしたら、弾くとしても、スリーノートバーストリングスとかで、こう、慌てず慌てすればいいだっけ。暴論ですけど。上がったり下がったりすごい速さでやったらなんかなると思うんですよ。そこはなんかテクニックの問題で私の及ぶところではないんですけど。メロディックマイナーは結構おしゃれな感じとか、で使われるんですよね。なので、なんかペンタトニックから行く基準で、使えとくといいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ難しいんですよね。でメロディックマイナーってさ、 A のメロディックマイナーってこうなんですよ。まあクラシックの理論だと下がりがナチュラルマイナーになるんですけど、まあリアルメロディックマイナーとかジャズメロディックマイナーとか言われるメロディックマイナーは、まあ上がりも下がりもこの外ファとソがシャープするというスケールなわけじゃないですか。でここでどうやって弾くよっていう話で、一応ねこの中にペンタトニックが含まれてるんですけど、でもそのペンタトニックは A マイナーペンタではないっていう、はぁ、A マイナーペンタではないのかってなるでしょ。じゃあ何ペンタなのかっていうと。あれ？こう。こういうペンタトニック。つまり線を上の B のマイナーペンタトニックになるのですよ。この基準で作っていくと、じゃあつまりこの A マイナーペンタ生かして考えるんだとしたら、メロディックマイナーはこう G のメロディックマイナーになると、こう G メロディックマイナー、 G メロディックマイナーだったらCメロディックマイナーはどう弾く？これが G メロディックマイナーですね。で、ここに。こうつきますか。そうすると B フラットと F シャープっていう。これ逆になんだよね。結論で言うと。B フラットと F シャープ。さっきのさ、エオリアンと逆。エオリアンは F と B だったじゃないですか。これ逆になるということなんだけど、だから、ここに B フラットがあって、ここ4音なんだよね。F シャープってっていう。これ斜め横断系で作った方がいいかな。B フラットみたい。ってな感じですけど、これ弾きやすいのかっていうと、これ弾きやすいのかっていうと、全然弾きやすくもないし、このペンタトニックでフレージングして、G のメロディックマイナー感が出るかっていうと、全然出ないと思ってんの。だからね、これはね、理論上は正しいんだけど、多分使いづらいと思う。私の経験から言うと使いづらい。まあ、頑張ってこれでフレージングするっていうチューニングを施していったらできるかもしれないんだけど、多分難しいと思うんだよね。で、私がもう、やるとしたら、最近さ、メロディックマイナーのさ、
こう応用した曲をさ作ろうと思ってて、作ろうと思っててっていうか、まあ、2時間 ETM でも結構試作をしてるんですよ試作した曲が何曲あるんですけどこの なんだこのさこのコードなんですよね。このマイナーセブンフラット、マイナーシャー、あー、マイナーメジャーセブン、マイナーメジャーセブンっていうコードがこう変化させるとのなんかルートを変えてあげると、これがねこのマイナー、マイナーメロディックマイナー感を出すコードなんですけど、これをねこれをねなんか使っていきたいんですけど、ギターでそこにアドリブを取っていくってなった時に、どうしたもんだろうっていう感じなわけで、今んとこ私がやってるのは、今んとこね、今んとこ私やってるのはドリアン基準にして、今これドリアン書きましたけど、ドリアン基準にしてこう A のメロディックマイナーね、これ A のメロディックマイナーの時は A のドリアンのこの G をシャープするフラット7をナチュラル7に変えるっていう、これこれです。ここに G シャープがある。はあ、まあここを弾くかもしれないここは雰囲気で、雰囲気で変えますけど、これですね。なら、ミクソリディアンを、の時に C をシャープさせたじゃないですか、ドリアンから。あれと同じ雰囲気。で、やるのが、今んところの私の回答。今んとこの私の回答ですけど、いやー、怖いね。どうしようかなって思って。なんか、皆さんどうしてますっていう。突然疑問を呈しますけど。そう、ドリアンとね、メロディックマイナーって、一音しか違わないんですよね。まあ、ハーモニックマイナーって、スケールとしてあんまり弾く意味がなくはないや。むしろなんか、このコードのためにあるスケールだから、ハーモニックマイナーって。あんまハーモニックマイナーのことは気にしなくていいと思ってるんですよ。で、ハーモニックマイナーの中にペンタトニックもないですから、ないんですよ、ハーモニックマイナーの。いや、気持ち悪いよね。多分スケールとしてもう欠陥商品なんですよ、ハーモニックマイナーって。まあそこがまあかっこいいとこでもあるんですけど。普通の、あれ？私消えた？私消えてるわ。ピアノを消そうと思って。ピアノを消そうと思って私が消える現象ね。いや、びっくりしました。というわけで、なんかご参考にご参考になったでしょうか。あ、そう、あとロクリアンの話を最後にしようか。ロクリアンどうするみたいな話ロクリアンをさ弾かなきゃいけない局面があんまないですよね。で、そうそう、さっきのでいいのかな。ちょっと待って、考えよう。違うか。こういうコード進行があったとします。
か F シャープマイナー7フラット5。F シャープマイナー7フラット5のことを、世の中の人というか、こうやって書くんですよね。こうマイナー7フラット5のこと。まあ、通称ハーフディミニッシュって言うんですけど。私こうやって書きたくなるんですけど、まあなんか、見慣れない方も多いと思いますね。マイナー7フラット5って書いておきますね。F シャープマイナー7フラット5、B7、B7、Em7。コード進行が今やりました。この時どうすれよっていう話。この時どうするよっていう話なんですけど、私がね、やりがちなのは、私がやりがちなのは、ここで、Am ペンタ。マイナーペンタ。Am ペンタで、どうにかするっていう。これやりがちですね。これ Am ペンタで、弾くとですね、まつまり、この時に、こうなるわけですよフラット5を弾くと、Am ペンタの、ここは Am ペンタ一発で通す。Am ペンタ一発で通して、まあそれで、まあ調整的にはさ、全然問題ないじゃない。ここで、この B7 の時に、この D シャープの音が欲しいわけ。D シャープの音が欲しいわけ。まあ、ここにも、ここにあるんで。まあ、ここの音よく使うじゃないですか。我々ギタリストは。ブルーノートとしてさ、やっと、こう。こう。を使う、この音。これが、この B7 の。この音に。こういうこと。なんか OK。で、いう感じにすることが。多いです。なのでここで F シャープの6位アンを弾くことはないです。6位アン弾こうと思って頑張ったこともあるんですけど、なんかまともにならない。まともな音楽をね、することはできないんで、私の実力だと。なので Am ペンタ一発で乗り切るっていうことをやってますね。ドミナントセブンスの全音下、ここで言うと B7 ですよ。 B7 の全音下のマイナーペンタを弾くような雰囲気で覚えてます。はあ、そんなとこかな。ちなみにメジャー行きだったら、例えば、Am7、Am7、D7、G7。だったら、これも Am ペンタ一発。これはここの Am を弾くっていう感じ。で、とはいえ。でも、
まあロジックを同じロジックにするんだったら、ここね A マイナーペンタってこうやって C のメジャーじゃないですか。C メジャーペンタと一緒じゃないですか。なのでこの D の全音下を弾いてる、これ B の全音下弾いてるっていう感じで、ここはマイナーだからマイナー弾いて、こっちはメジャーだからメジャー弾いてるっていう感じだけど、理論上はでもこんなこと気にしてなくて、単にこれ弾いてるだけ単にこれ弾いてるだけっていう感じですね。はいはい、 OK OK ですか。ちなみにこれ2-5っていうコード進行で、よくポピュラー、ジャズポピュラーでよくよく出てくるコード進行です。以上。以上。どんなスケールをどうやって覚えてるか雑談でした。途中私いつからいつまで消えてたんだろうな。あと1時間も喋ってるわ。びっくり。びっくり。じゃあもう終わる。おやすみよし。バイバイ。あ、チャンネル登録とかよろしくね。じゃあ。